ただいまの枕祝いかと思います。本日の言葉の日本語の要約を読み上げます。アオズビッラヒミナシャイトニンドリーム、ビスミラヒラマーニラヒーム。アッラーを恐れなさい、アッラーを恐れ、アッラーに助けを求め、アッラーに懺悔しなさい。悪い心と悪い行いに対抗できるようにアッラーの母官を求めようではないか。アッラーのお導きに従った者は正しい道を踏み外すことはなく、アッラーのお導きに従わなかった者は正しい道に導かれることはない。アッラーの他に神は存在せず、アッラーには協同者は存在しないことを証明する。ムハンマド、祝福と平安をアッラーのしもべで御使いであることを証明する。ムハンマドとその一家、教友たち、週末の日まで彼らに従う者たちに祝福と平安がもたらされますように。信者たちよ、アッラーを恐れなさい。アッラーのしもべである我々について、各々の魂は定めの時には一つの終着点に到達し、その行った全てが精査されるのであるから、各自は自分の行いに従って処分がなされるだろう。アッラーはクルアーンの公益書において次のように述べておられる。アーダムの子孫よ、お前たちは悪魔に惑わされてはならない。その者が昔お前たちの祖先の二人から陰部を見せるために衣服を奪い、彼らを楽園から追い出したように、その者とその一味はお前たちが見えないところからお前たちを見ている。まこと我は悪魔を不信心な者たちの友として、悪魔は我々の従順で気高い祖先であるアーダム、平安をとその妻イブを手始めとして、我々信者に対して企みを仕掛けることを常習としており、その手口は巧妙である。その企みは悪魔が自分の中にある妬みや怒りが原動力なのである。アッラーはクルアーン夜の旅書および公益書において次のように述べておられる。彼イブリースは言った。あなたはこの者アーダムが我々よりも栄誉を与えられたものだというのですか。私は彼アーダムよりも優れています。あなたは私を火から作られ、彼を泥から作られましたと言った。アッラーはクルアーン公益書において次のように述べておられる。そして彼悪魔は二人に誓った。私はあなた方の心からの助言者である。信者たちよ、悪魔の手口にはこのように甘い誘いかけがあり、実に巧妙である。信者たちよ、こうした種類の悪魔の企みを知っておきなさい。悪魔のいかにも悪魔的な計略について知っておきなさい。悪魔は人間の弱みにつけ込んで近づいてくる。悪魔が妬みのゆえに楽園を構築されたとすれば、アーダム平安王はある学者の見解では永遠に楽園にとどまりたいという欲求と欲張りな気持ちを植え付けられたがゆえに楽園から蹴り出されたのである。そしてアーダムの子孫たちである信者たちをそそのかす悪魔の手口は、アッラーに並べて自分すなわち悪魔を崇拝するようにと徐々に方向を変えてきている。アッラーはクルアーンヤーシン書において次のように述べておられる。アーダムの子孫よ、悪魔に仕えてはならないとお前たちに命じなかったか。悪魔はお前たちの当然の敵である。預言者様、祝福と平安を次のように述べておられる。悪魔はアーダムの息子たちのあらゆる通り道で待ち伏せ座っている。悪魔はイスラームの道を狙って座り、お前さんはお父さんやおじいさんの宗教を置き去りにしてムスリムになったというので、ムスリムを捨てるようにとの誘いの後に、アーダムの息子たちが改革、欲望、疑いといったものに心が動くように別な手口を用意するのである。虚偽、騙そうとする欲望、傲慢、それらの悪魔の鋭い武器なのである。それらは悪魔の鋭い武器なのである。アッラーはクルアーン婦人書及びイブラヒム書において次のように述べておられる。彼悪魔は彼らとの約束を結び、虚しい欲望にふけらせるであろう。
だが悪魔の約束は欺瞞に過ぎない。もともと私はあなた方に対して権威はないのです。ただあなた方に呼びかけただけです。私を非難してはならないのです。むしろ自分自身を責めなさい。信者たちよ、はっきりして言っていることは、信者の中のある者たちは悪魔の影響を受け、悪魔のささやきに悩まされてつまずき道を外すということではあるが、たとえそういうことがあったとしても、主を思い出し主へと向かい、主に助けを求め主に懺悔するなら、その途端に悪魔は脱却するということである。アッラーを思い、アッラーの助けを求め、悪魔からの救済をアッラーに求めることによって、信者は悪魔のささやきや誘惑から抜け出すことができるのである。自分がよくありたいと思うものは自分の信仰を守り、煩悩、欲望、貪欲によってではなく、洞察力によって悪魔を駆逐、敬虔な道と知識をしっかりと身につけ、それを堅持することである。悪魔の罠に対抗するための教えや警鐘を預言者様、祝福と平安をは示しておられ、それは信者たちが心得ておくべきものである。その一つをイブン・ウマール氏が伝えている。アッラーの御使いは、あなた方は誰一人として左手で食べてはならぬ、また左手で飲んではならぬ。まこと悪魔は左手で食べ左手で飲むと申された。またアハマド氏他が伝えている、礼拝を行わない信者が3人とはいない村があった。しかし悪魔はその村の人々を何とかしようと狙った。それであるから宗教的な集まりには熱心に参加しなさい。なぜなら狼は一頭でいる羊を狙うものであるから。アッラーよ、あなた様をいつも忘れず、悪魔の誘いに負けないものであるようにご加護ください。アッラーよ、愛する預言者様、祝福と平安をお手本として実行できるものであるようにお導きください。アッラーよ、私たちの信仰心を強くしてください。私たちが正しい道を歩むようにご加護ください。アッラーよ、いつでもあなた様を顧みて感謝し、満足を知るものであるようにお導きください。アッラーよ、私たちが不安とスンナの教えに従い、忍耐強いものであるようにお導きください。アッラーよ、日本中に世界中にイスラームを広められるようにお力添えください。アッラーよ、イスラームとムスリムたちのために奉仕できるように力と五感を与えてください。アッラーよ、病気の者たちをお直しください。アーミン。仕事のない者たちに清い仕事を与えてください。アッラーよ、仕事に成功を、そして安心と安全をお与えください。アーミン。以上でございます。